はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスターとアセルス編第3回やっていきたいと思います。金獅子を倒したところですね。で、現在オウミに来ました。で、オウミに来た理由はちょっとメサルティムを仲間にしたいというところで、回復薬としてはかなり優秀なんですけれども、今のところ全然火力で押し切れるから、回復薬いるかなっていうところも一つあるんですけど、せっかくなんで仲間にしていきましょう。いつも通り地下へ潜っていきます。恒例のイカ、こいつ普通の攻撃だけで倒せそうなんですけど、ナメプでいこう。もう丸連打、エナジーチェーン、さすがに一旦じゃ無理か。メールシュトロー、そこそこだな。倒した。二丁拳銃強いよね、やっぱり。濃いメサルティム、アセルス様、力を貸してくれないか。何なりとお命じください。一応仲間にしよう。まだまだ技が未熟だな。お前が言うか、イルデン。俺は追ってではない。ラスタバンに言われていやいや来てやった。次はセアトが自分で来る。お前を守れというのだ。誰も頼んじゃいない。お前の守りなどいらん。ラスタバンがセアトにやられた。彼は消滅したのですか。幸い消滅はしておりません。だがセアトはラスタバンの力を吸収し、今までよりも強くなった。傷ついたラスタバンの頼みでなければ誰がお前なんぞ守りに来るものか。これで仲間なんだ。なんかちょっとあんまりやってなかったんだけど、生命科学研究所、実はここ竜林の盾があります。毎回手に入れないで終わらせてたけど。私の美貌は永遠なのです。あなたにも不滅の口づけを。いや、アセルスも割と永遠だぞ。しかしその永遠も終わりだ。ロックオフ。ここでは新たな生物の創造も研究している。あり。いけない。なぜだ。コットン仲間にしなきゃダメ。しょうがねえ、助けてやるか。来い、雑魚が。こいつ絶対一体なのかな。この前も一体だったよね、コンバット。一撃で死んでいく。ミュウミュウ。おい、コットン。それはこっちのセリフだ。リージョン間の強盗団の捜査どうした。もう行こい。俺はラスタバンの力を吸って強くなった。オルロワージュ様の血を受けた貴様の力を吸収すれば、あるいはあの方にも。行くぞ。てかデイ姫の目の前でさ、このやりとりが行われてるからね。ロザリオ神速タイムリープってさ、行動終了できるのかな、先に発動すれば。でもこれで終わりそう。さすがにそこまでではなかった。げ、魅了されて危ねえ。タイムリープって遅い。タイムリープがちょっと遅いな。さすがに一旦では倒せないか。普通にバーミリオン3でしょ。ロザリオ三段突き。なに、なかなかやるなこいつ。しかしここまでよ。言うてもボスキャラだからね、そりゃ強いよね。消えた。お前の方がセアトよりも格上。お前の意志が奴を消滅させた。そういう感じなんだ。これが上級妖魔の死。
それでみんながあの人オルロワージュを恐れるのか。消滅させられるから。妖魔の時は長い。だからこそ永遠の死を恐れる。私にもその力がある。オルロワージュ。どうだい今のやりとり聞いてたか、レイ姫よ。なんでもない。何？なんだ、何が起こった？とうとうあの方が自らお出ましになられた。世に逆らう不届き者よ、この迷宮で永遠にさまよい続けよ。ここはオルロワージ様が生み出した闇の迷宮。何かを犠牲にしなければ出ることはできない。入ろう。じゃあこっち。後ろから出てきたんだけど、何モンスターいんのかよ。めんどくせえな。ゲッティクリップされた。ゲンマ。あ、赤カブがいる。おやおや、こんなところにやってくるとは。何してんの。こんなところだな、何もすることはない。怒るな。ここの扉のどれかが出口。それが分かっててなぜ出ない。一人では出られない。出てみれば分かる。出れた。白バラ、どこだ。アセル様、私は迷宮に残ります。何を言ってるの。これがあの方に逆らった私の償い。さよならアセル様。待って、シロバラ。アセル様、自由に生きてください。あなたは自由だ。シロバラ、いい加減にしろ、行くぞ。ち、ふぬけが。君は行かないのかい。白バラ姫さんが迷宮に残ったから私が外に出られた。姫さんと私の立場が入れ替わった。だからお前さんのそばにいるよ。君が白バラの代わり。ふっ。笑わせる。すっかり打ちひしがれてかなり打たれ弱いタイプだね。白バラ姫をどうかしてるよ。こんなのを好きになるなんて。オルロワージ様がわざわざ自分で出向いてまで白バラ姫を取り戻そうとしたのも、姫が自分から君の元を去ったのもそれが理由だろう。君が打ちひしがれていたのも君が姫のことを好きだったからだろう。じゃあ口に出して言ってみな。好きだって。くだらないことに縛られている。自由になれ。もうどうでもいいよ。ゾウズマ。剣かっこいいな。ゲンマかなこれ。ちょっと待って、ゾウズマと赤株しかいねえんだけど。いねえ、ゲンさん。リュウトもいない。え、闇の迷宮に閉じ込められたのあいつら。超かわいそうじゃね。てか、いや、この戦力で行くの。そうだったっけ、アセルスって。少しはシャキッとしろ。見ていて歯がゆい。これからどうするかお前が自分で決めろ。もう少し付き合ってやる。いや、仲間になってくのはいいんだけどさ。あ、いた。な、全員去ってったってことね。なんだ、ちょっとレイ姫様にさ、なんとかしてもらおうかと思ってここに来たんだけど。そういうことか。みんなイルドゥンについてったんだな。すごいあれだな、カリスマ性だな、イルドゥンは。白バラは去ったか。あれもオルロワージュなどに忠義立てせずもよかろうに。あなた誰、もしかして。お前がこのような運命に巻き込まれたのはわらわにも少しばかり責任がある。
よろしくお願いします結構ですとかさ結構ひどいよね。あんまり強くない。もうなんかこっから鍛える気がしないんだけど。では大海、大海に行くとこいつがいるんで。あのバラの人はどうした？俺ファンだったのに。ファシナトゥールへ。もう二度と行くまいと決めていたんだが。わかった、俺も飛ばし屋だ、やってやるぜ。てなんでこいつさ、そもそもファシナトゥールに行き来してたの。あ、こっから行くんだ。乗るのか？乗らない。帰ってきたファシナトゥール。ゴザレスは元気かな？何か買うか。白バラには触れず、ジーナのとこに寄ってこう。なぜジーナを連れて行った？え？どこという取り柄もない普通の娘だ。なぜそんな娘まで毒馬をかける？ジーナが連れて行かれた？マジか。ようこそアセル様。私はこの炎を預かる紅と申します。え？何？ただなんとなく来てみたんだけどよくわかんねえ。乗り込む。私はアセルス、道を開けよう。開いた。いきなりここにはいないよね、普通に。さすがにいない。レイ姫様、いつまでもこの棺を取っておく。あたりがホルロワージュの弱さ、波の男と変わらぬ。なるほど、棺が開いている。獅子姫はあの方を守ろうとするだろうね。なるほど、金獅子の部屋か。ここは一度手合わせをしたそうだな。おそらく手加減をしていた。道理で弱かったと思ったよ。よし、この宝物庫みたいなところ今回は大丈夫でしょう。回収していこう。精霊銀の鎧、なんかあったよね、力体。これ腕力が上がるのかな。ちょっと後で見てみよう。月下美人、精霊銀のピアス、あとブリューナクが、あ、そう、あった。ブリューナク一応装備させるか。エミリアに1回しか撃てないけど、その1回がかなり強いんで。はい、なんか霊感が上がる。で、月下美人はリュートだな。69、いや、ゲンさんの方がいいかな。黒曜石は64、こっちだな。で、リュートが草薙の剣、いや、草薙の剣の方が強い。黒曜石より64、なんかあんま変わんなそうだけどね。まあいいや、これで実質は何にもない。ワープはできない。白バラ消えた。まだ闇の迷宮にいる。永遠という時をあそこで過ごすのか。では奥へ行くか。なんだ、回復ポイントがある。超謎。まあでも回復ポイントないと回復できないからね。なんか巨人みたいなのが立ってんな。今右に見えたけど、てかジーナどこにいるんだ。この巨人ぶっ倒して、まあまた全力ではいくか。リーサル、いや、リーサルじゃない、ブリューナク、長弾の力を見せてやる。月下美人のロザリオ、そして草薙の剣、神速三段突き。2300、おー、いいね、リュートも火力が出るようになってきた。何、剣馬弾かれた。やるではないか。リーサルでいこう。こっちの弾が減ってんね。
アイススマッシュ、ヒートスマッシュ。うわ、ガードされるともう全部通らないからね。現場ちょっと弱い、アセルス自体がちょっと弱いからな。何、さすがに強いこいつは。冗談マジ強えなこれ。烈風撃、死んだか。2人死者が出た。もう基本的にゴリ押すことしかできないからねこのチームは。召されても入れた方がいいかな、回復用に。幻魔双飯カウンター決まった。ちょっと召されても入れよう、幻武の盾。ルージュと交換かな。あ、でもルージュ何だ、開く。え、何これ。でここが開いたのか、全然気にしない。ゲッ、なんかドラゴンがいるんだけど。いや、いける。いや、ドラゴンじゃねえしこれ、グリフォンだし。で最初はブリューラクの長男でいこう。くちばし三脚、ロザリオ三段突き、よく出る連携。7500バーミリオン幻魔、なかなかやるではないか。こいつは吸収できるっちゃ吸収できるんだよね。ヨウマいないけど。尻尾500か、幻魔装備で。さらに幻魔攻撃できるんだ。魔獣の皮、あ、ジーナ君だったのか。大丈夫かい、アセルス様。本当にアセルス様。この時私は奇跡というものの存在を実感した。私は大丈夫です。怪物の姿の中に閉じ込められていた。ありがとうございます。オルロワージュにひどいことされた。何、オルロワージュではありません、確かラスタバン様。何、セアトとの一件以来あいつの行動は理解できん。セアトを挑発したり娘をさらったり、まるでラスタバンらしくない。セアトにやられたのも悪いわ。私はここで待ちます。ここで待つのも相当怖いよね。頼もう。さて、あ、ここあれじゃん、ここで繋がってんだ。では先へ行くか。吸わせろ、貴様を吸えば復活。あれ、形が変わってる。周りがいるな、めんどくせえな。周りがいるときは一回ちょっとミリオンダラーで排除する。バミリオンさん自体はもう全体だからね。でブリューナクの長男はさすがに過激しにやっておこう。でゲンちゃん、まあ ミリオンダラーやっとくか。で草薙はそのまま過激しを狙おう。でゴリ寄せなかったらメスタのチームを入れて回復薬を入れる。弱っサイレン、ガー超めんどくせえことしてくれる。こいつら復活するんだ。バーミリオンサンズでじゃあ倒せんな。バーミリオンサンズでいけるから、ケンちゃんは月下美人のロザリオ。ジャッカル、バーミリオンサンズ一掃できる。ひたすらバーミリオンサンズ。ブリューナクはもう撃ったよね、まあ、銃弾は一回攻撃すれば補充されるんだけど、火力が落ちるのかね確か。弱い、貴様に俺を吸うことはできん。アセルスだけまだまひってるけど、怪我は、お前の怪我はなどいらん。全く見苦しいヨマだったね。そういう言い方はやめなさい。あいつはあいつなりに必死だった、それがわかる。だが永遠に消えよ。
そして金獅子。てかみんなさ、待ち構えてんだけど、あっち。ではラスタバンよ、金獅子との戦闘、その目に焼き付けよ。言葉を交わす時は過ぎた。一対一の勝負。一応ちょっとシャドウサーバントかけておこう。長短巻き打ち、ぎょーやるな。やはり強い。シャドウサーバント、なんかガードモードになってるけど大丈夫か。まあいいよ、攻撃しちゃおう。長弾はまあ大丈夫でしょ。全然問題なかった。この前は手加減したと言っていたが大して変わらんな。剣だけが残った。さてこれが最強の剣、金獅子の剣。攻撃力75。でもさ、現場は現場でさ全部7されるからね。まあいいや、現場は剣さんに装備させよう。金獅子の意志を継ぐ。そして剣さん、君は月下美人ではなく玄馬を装備するんだ。そして竜と草薙の剣ではなく月下美人、これで最強でしょ。ラスタバンよ、今の戦いを見てお前はどう思った。俺に勝てるとでも思っているのか。あなたの企みは知っている。あの人を倒す道具として私を使うつもりだった。そうですか。オルロワージ様を排除し、あなたと共に妖魔の王国を築こうという私の意図。あなたの力を奪い、私一人の王国を築くのみ。それができるのか。ごっつそんなにごっつくなくなって、か玄魔がないからさ、よくよく考えれば技がねえや。攻撃しよう。ちょっと変えよう。やっぱ現場の方が扱いやすい。アセルス技がなさすぎる。3900。無理なくにすると、まあ、4000、5000近くいくよね。成果、これ何、結構やべえ。いや、やっぱり全体回復は必要だな。なんか覚えねえかな、支援権からなんか覚えない。でリーサルじゃなくてブリューナクにしよう。一回弾を使い切っちゃう。でこいつらは相変わらずノーキン組だから回復するという手段を持たない。ランス覚えない。ダンス、カスミ星眼、ディフレクト。このさ、カウンター技とかさ防御技がマジで強い。剣は誰かマックスだな。あ、マックスじゃなかった。剣さん800もヒットポイントあるか。まだ剣700あるかんね。押せる。グランダースパイやられたか。ルージュが飛炎長弾倒した。お前は強かったよ、確かに。それは覚えといてやる。ラスタバの鎧だけが残った。なぜだラスタバ、ゲームは夢を見るもんだぞ。こうなれば貴様の行く道を最後まで共に進むしかあるまい。酩酊の鎧、気絶耐性がつく。いや、どうなったのかな。パワードスーツ強いよね、普通に。さて、オルロワージュが近いかな。結界石使っとこうかな。5個あるし。結構弦が減ってんだよね。
あれ、あ、なるほど、もう準備整えたよさっき。あ、待って、玄馬を装備し直そう。玄さん、玄馬じゃなくてバーセルス、ちょっと火力がないから玄馬に切り替えよう。で、玄さんに近似値装備させて、もうこれ最強、最強の若津の剣士が出来上がった。では行きましょう、オールロワージュ。え降りんの一回。あ、いた、黄昏れている。我にひれ伏すために舞い戻ったか娘を。私の中の妖魔の血、これを浄化するにはあなたを倒すしかない。やはり人間は人間、つまらんな。青くても赤くても血が流れている。もう飽きた。何また戻んの。いる3人の長期が、なんか体勢とかあんまつけてないけど大丈夫かな。あ、メサルテメイさん、ちなみに現場後ろにくっついてんのが何これ。で、リューサーで攻撃しよう。最初はマジでって、ブリューナグの長弾マジでって。なんかさ、今さ、あれか、オルロワージュの攻撃か。消えた。で、ちなみにね、メサルテミ自分回復できないんで、傷薬はちゃんと持ってきた、衝動が。別に後ろは攻撃できないからね。強力傷薬、自分で自分を回復しよう。恒例のロザリオ三段突き、サラマンダ、気持ちやるな。現場走破、あれ攻撃すんのこいつ、どうやって攻撃すんの。よっしゃ、あ、長弾ブリューラクにしたまんまだった。やっぱ攻撃力下がるね、半分くらいになる。何、2人3人全員来たか、総力戦だ。で、メサルティムはちょっと一回メイル人によって生命の雨でなんとなく全員回復する。じゃあリーサルト行こう。おお、3つ1つ2つ3つ、生命の雨、いい回復よ。3人の長期来た、おお強い、これはさすがに強い。生命の雨、やっぱメサルティムいいな。倒したか、倒したか。圧倒的火力の前に妖魔の君も消え去るのみ。私の方が長生きするなんて思いませんでしたよ。永遠の命を捨てた娘よ、一瞬の炎のごときもの、散りゆく花の美しさ、高貴なる魂の君。ジーナ、あの方は幸せでしたか。もちろん、あの日から今日までアセルス殿は輝いておられました。
数奇な運命。はい、というわけでアステルス編いかがだったでしょうか。まあ、本来だったらね、結構仲間にならないゾズマとか、まあ、イルルンとかね、妖魔系をたくさん使えるんで、まあそういったね、普段使えないキャラクターを使っていくっていうのも良かったんですけど、いかんせん人間パーティーが強すぎるんで、全てを引き継いだんでね。でちょっと次回は引き継ぎをしないでやっていこうと思います。これなんだ、どっちか関係あるのかな、プラスと普通のやつ。でもシステムデータはまた選ぶからね、普通のニューゲームでやっていきましょう。でここら辺がまあついてるよねということで、次はねレッドでやっていきます。まあ、レッドはね他の主人公では使えないキャラクターなんで、まあ、レッドの能力を引き継いだとしてもまあ別にっていうところはあるんで、レッド編は普通にやっていきたいと思います。それでは、次回レッド編スタートとなりますので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。